はい、背中 TV チャンネルです。今日は東京都杉並区に来ておりますが、場所非公開の隠れ家サロンがあるということでやってまいりました。では行ってみましょう、早速。はい、こんにちは。あ、どうも。久しぶりです。久しぶりです。はい、失礼します。はい、やってまいりました。お、こちらがサロンの感じですね。こちらで施術を受けられるということですね。はい、ということで、まいさんですね。あ、はい、まいです。よろしくお願いします。どうも。こんにちは。ご無沙汰しております。はい、まいさん、以前スリランカでアイルベーダの修行をされてたんですよね。あ、そうです。2018年、最初1回別の先生を受けて、その後におっちゃんが紹介してくれた先生のところで。はい、修行させてもらいました。そうですね。はい、最初はキャンディーの近くの方でやってましたよね。はい、やってました。その時キャンディーにね、訪ねて飲みに行ったりしましたよね。はい。ありがたかったです。日本人が全然周りいなかったので。はい。はい、そう、スリランカの飲み友達だったんですけども。そのアイルベーダを勉強されて、はい、今は非公開の。そうです。場所公開せず。そしてあまり宣伝活動もしてないということでね。してない。はい。一応ホームページあるんですけど。はい、隠れ家サロンでやってるということで、潜入取材に参りました。なんですけど、やっぱりね、アイルベーダーってことで、男性は基本的にはできないんですよね。そうです。まあ、女性専用のサロンということで、カップルでいらっしゃる方とか、メニューによってはできるものもいますが。そうですか。いかがなんで、メニューを見させていただいていいですか。はい、ありがとうございます。基本的なメニューがこちらで、はい、アビアンガってオイルの全身のセラピーが、この2つがあるんですけど、こちらのハリアビアンガっていうのが、ハリ球、鍼灸を取り入れたアビアンガで、ちょっとうちの特徴的なメニューかなと、こちらが一番人気です。ザ・スリランカのっていう感じのこう癒し系のアビアンガがこちらですかね。プナーユ式。プナーユ、はい、私。プナーユっていうのは、はい、店の。プナーユという名前で今やって。紹介していただいた先生と考えた名前です、はい、日本に帰って自分でサロンやりたいけど、はい、名前どうしようかなみたいな相談して考えてもらいました。ちなみにプナーユはどんな意味？意味はプナールワス神っていう神様がいて、はい、弓矢を持って目標に向かってこう矢を飛ばすような、うんうん、そんな感じで、私が皆さんの患者さんとかお客さんの症状を改善に向かって頑張ってほしいっていう意味が込められてるってことで、それプラスアイルベーダでプナーユという感じです。アビアンガを受けると、オイルはどんなのは？オイルはスリランカでお世話になってた病院から仕入れてるものをメインで、あとは自分で私が調合しているんですけれども、最初に来るときにウェブで問診票を送ってもらうんですよ。それを見て大体こんな感じかなっていうのを作って、あとは体見ながら変えてはいくんですけど、これ皆さん本当に使ってるお客様向けのやつですね。見た目似てるんですけど、ちょっと微妙に。まあちょっと色は違うよね。そうです。変えてやってます。ストレスがものすごい強い方とか、これは代謝をとにかく上げたいっていう方とか、個別にスリランカのオイルベースでお作りしております。オイルも、はい、いろいろこだわってると。そうですね。はい。わかりました。はい。ということで、いろいろなメニューもあって、針灸を習われているということで。針灸はそうですね。今は刺さない定針っていう針がありまして、尖ってないんですよね。刺さない針。うんうん、これを体の必要な部分に使ったりしてます。それも組み合わせて。ハリアビアンガではこちらも取り入れながら、はい、やっております。で、本当はそれを受けたいところなんですが、私が何か体験できるようなものってありますかね。はい、耳つぼ療法っていうのもやっておりまして、はい、私が東洋医学を勉強しているので、こちらのまあちょっと知識を取り入れたもので、耳にシールになってる、はい、貼り付ける簡単な、もうちょっと痛くないものを貼り付けて、うん、各種お悩み別でそのツボを決めて貼り付けていくものです。うん、それでしたら、はい、それをちょっと体験してみましょうか。はい、はい、わかりました。あとですね、これもなんですけど、アビアンガをお受けいただく方にタロット占いをやってまして、サービスでやってるんですけれども、はい、アビアンガ受ける方の、まあ、その時の状態だったりとか、うん、その辺をまあタロットでも見させていただければなと思って。そうですか。それもよかったら。それはやってもらってもいい？はい、大丈夫です。タロット占いをやっていただけるということで、それは初めてかもしれない。どういう感じなの？78枚カードがあるんですけど、私は本当に全然プロじゃないので1枚だけ引いていただくんですよ。で、その1枚引いたカードの意味をお伝えして、いろいろお話を。リアムをね受けるとサービスでやってもらえるということで、だからカードを並べてまいりますので、はい、その中からお好きななんとなく直感で1枚を左手で怖いねこれで、はいこれで、はいどんなカードかな、おこれはねちょっといいカードです、とってもこれが出ました。あそうですね、何でしょうかこれ。わかりました、これでした。目標に向けて諦めずに、そうですね、弱気にならずに進んでいかれると祝福されるようなことがあると、すごいいいカードでよかったです。はい、はい、ありがとうございます。はい、ナノダイヤモンドっていう500円高いやつがあってと、チタンがあると、チタンがありますということで、どちらか、はい、でっかくなっちゃったみたいな、こういう模型がありまして、こういうね耳のツボによって違うんですね、貼り付ける場所が変わってきたりとか、その中でも個人個人で耳の形が違ったりとか、体調によって完全に皆さん同じようには貼らないっていう場合もありますが、はい、俺何がいいですか。腰痛はないんで、鼻炎とかもないので、なんですかね。肩こりしはよくしてるって言われるんですけど、ああ、触るとわかんないんですよ。自分ではあんまり自覚症状がないんですけど、お腹の調子悪いとかなんでもそういうの全然ないんだよね。それは良かったです。ダイエットとかむくみとかは結構人気ですけどね。これは何ですか。精神的にちょっと寝つきが悪かったりとか、気持ちが落ち込みやすい方とか、精神的な症状が出てる方、あと精神的なところからちょっと頭痛が出ちゃうとか、そういうのも全然ないんだよね。健康ですね。ダイエットか、ダイエットがいいかな。ダイエット結構受ける方多いんで、そうですね、代謝上げていきましょうか。じゃあ早速、耳つぼの初体験ですけども、あそうですか、じゃあ失礼します。最初に消毒をやっていきます。はい、最初こうちょっとふきふきさせてもらって、なんかこれもなんかちょっと気持ちいいぐらいのさっぱりしますよね。だって耳掃除してもらうことがないじゃないですか。確かにね、ちょっとねこういうちょっと先の尖ったもので、痛くないですか。ちょっと痛いです。そう。ちょっとだけ、でも大丈夫大丈夫。この辺痛みありますか？この辺とか。ちょっと痛いです。じゃその辺をまず入ります。ここは胃腸とかその辺の消化器系を整えていく場所になってます。はい。この辺は痛いですね。胃が頑張りすぎてる感じ。食べ過ぎだね、多分ね。スリランカとかご飯美味しいですからね。でこれを貼っておくと徐々に効果が出てくるっていうような感じ。3日4日ぐらいつけて。3日4日ぐらいでできれば剥がしていただいて、結構ついてるとは思うんですけど、長く貼っていくと粘着の部分がぬるぬるっとしてきて剥がれやすくなってくるので、剥がれちゃうと中にチタンの粒が入ってるので、なるべく3日4日で剥がしていただいた方が安全ですかね。この辺置いていいですか。置いて。何個もやるんですか。そうなんです。1個のメニューでちょっといろんな場所を組み合わせてやっていくので、ダイエットだと5、6個ぐらい。はい、そうなんですね。そうですね。ともう一個です。完成しました。もうそうですか。はい、なんかもう終わったんだ。お疲れ様です。これはでも今やった瞬間は多分わかんないんだよね。特にダイエットとかだと今すごい燃えてるとかはさすがに、続けていただいて、で今片耳に貼っているんですけど、そういう感じで通常も片耳貼って。できれば1週間後とかくらいまた別の片耳、そうすると刺激的に、ちょうど良くなるので、いい感じに体調をキープできて。そうですか。すごい目立たない。分かんない感じ。すごい目立たないです。会社勤めとか男性も女性も問題ないってことですね。はい、目立たないので。はい、わかりました。ということで今日は耳つぼとタロット占いをやっていただきましたが、本当はねアイルベーダーのアビアンガとか。そういうメニューをやるお店ですのでね。メインはアビアンガをやっておりますので、お仕事とかご家庭とかもちょっとお疲れが強めの方が結構来ていただいてるかなと思います。そこからやっぱ不調が出たりとかして、病院に行くほどでもないとか、病院に行ってもなかなかなんかよくわかんないなっていうような方、体の力を上げていくようなお手伝いをするようにしています。で一応場所は非公開ということでね。そうです。駅からもわりかし近いです。そうですね。最寄り駅から4分ぐらいなんで来ることもできますし、杉並あたりだったら出張とかもやってます。杉並とか三鷹あたりということなんで、ホームページのリンクを貼っておきますんで、もしご興味のある方はプナーユさんに隠れ家サロンでございますんで、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあということで今日は東京都杉並区のフナイムさんからお届けしました。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。